18棟ゲートの中です落ち着くのを待って体勢を整えようとしていますが内側のところで少し体勢を崩している馬がいるように見受けられますが落ち着くのを待ちます体勢を確認してスタートしました。 まずは先行争いちょっとばらついたスタートになった中で内からは4番のソクラテス飛び出していきますが外から12番バリュー・テーラー内からは3番モズ・ベイパー・コーン。3頭の先 策3頭が積極策で先行争い追って13番マイネル・レノン間からは9番ワイドスナイパー6番の湘南ナダル行為を固めてあとは3馬身ぐらい開いて1番のテイケイ・レジーナ中段からあとは外寄り10番吉野エスポワール差がなく7番アモール・ファティ直後に5番青いゴールドワン3コーナー回っていきますあとは4馬身ぐらい開いて14番プルサティーラ外からは11番の金利ダリアインコースからは2番のスコール・ユニバース中段後ろ寄りですその後と1馬身差1番栗のインパクト内から八番のアンナー・アラジンと続い ていますあとは3馬身、4馬身開いて17番アリアンロッド16番オーダーナしでラル1頭離されて単独の最高方から15番の9番スパークです。 4コーナーナへと向かっています前の争いは2頭並んで内から12番バリュー・テーラー外からは13番マイネル・レノンで600を切りましたその後2馬身差、外寄りから差を詰めてきている10番、吉野エスポワール間から前をさばきながら3番、モズベイ・パーコーンと6番、湘南ナダル直線コースに向かいました今度は10番、吉野エスポワール外寄りから先頭に立つか内から13番、マイネル・レノンさらに外から5番の青いゴールドバン横に広がっている今度は馬場の真ん中、外寄りから5番の青いゴールドワン先頭に立ってリード体半分から1馬身2番手争いは吉野エスポワール あるマイネンデノンさばいてさばいてスコールユニバース外から14番プルサティーラも追い込んでくるが前は外から14番のプルサティーラ間からスコールユニバース外から14番のプルサティーラ先頭に立ったプルサティーラが先頭1着でゴー2着から争いずかに2番スコールユニバース優勢5番の青いゴールドワンを抑えています